方を負傷しました。足場に思いっきりタックルしてしまいました。さっき見たら皮がめくれてました。弱っちい体でございます。ダメだダメだ、こんなんじゃダメだ。そして今からなんとマンション9部屋納品です。1階2階3階3部屋ずつ。もう死にそうです。そして頭も痛い。もう今日はダメだ。喋るだけで頭が痛い、肩も痛いし、鼻も詰まってるし、もうでも大丈夫か。大丈夫だな、大丈夫だ、大丈夫。さあ納品9件終わったらロト6買うぞ。今日は当たる気がする。今日は当てます。それではお楽しみに。こんばんは、平山茂です。今家に帰ってまいりました。さあではロト6発表したいと思います。ちょっとこの辺にね、当たりを、当たりというか今日の当選番号を表示します。ドン。さあでは行きますよ。今日も5口だけ買っております。まだ見てません。いきますよ。今日は、ロト6第1574回ロト6当選番号いきます。4月5日ですね。当選番号が123203132、ボーナスが13、123きたすいません、今日ばかりは当たると思ったんですが、まあちょっとまず自分のね、これにちょっと丸つけていきます。1は買ってるんです。3も買ってるんです。20も買ってるんですよね。31も買ってるんです。32も買ってるんです。ちょっと待ってくださいよ。1買ってます。2は買ってないです。3は買ってます。20買ってます。31買ってます。32も買ってます。残念。 13？ ああボーナス13。今日はですね、数字のね9が入るんじゃないかとちょっと予想を立ててですね、5口買ったんですが、5口ともにね9を全部入れてみたんです。それ以外はまあバラバラなんですけど、その9が全くもって今日は入ってないということで、なかなか難しかったです。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、このような、はい、1も買ってます。3も買ってます。20も買ってるんですが、31も32も買ってるんですが、マックスで2個ですね。2個しか合ってないので、これは0円。はい、0円でございました。ちょっとこれはね、もういらん、もういらん。さあ、相変わらずちょっと頭がずっとバッ小箱に痛いんですけど、まあなんとか大丈夫でしょうということで、ロト6も当たりませんでした。残念でございます。がしかし、これはまだまだ続けられるということですね。まあ当たったら当たったでね、また
続けていこうかなと思いますけれども、今回外れました。ちょっとご期待いただいた方本当に申し訳ございません。また来週月曜日は当てに行きますんで、またよろしくお願いいたします。ちょっと頭がねずっと痛いので、今日はちょっとこの辺りで終了とさせていただこうかなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。平山茂でございました。また明日元気な顔でお会いしたいと思います。それではおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。